近代地光介幽霊男、幽霊男は、横溝正史の推理小説。近代地光介シリーズの一つ。講談クラブにおいて1954年1月号から、同年10月号まで連載された。2014年3月までに、映画一本が制作されている。1月22日、神田神保町のヌードモデル仲介業者、共栄美術クラブに、ペンネーム佐川幽霊男こと、 佐川ゆら男と名乗る、歯が三本しかない薄気味の悪い男が現れ、店にいた三人の中から稽古を選んで、モデルとして雇う契約をしていった。翌二十三日午後三時に佐川と西尾木久保駅で落ち合って、アトリエへ向かった稽古と、稽古に頼まれて尾行していた弟、孝吉が、共に九時頃になっても戻らないので、競泳をたまり場にしている、料金クラブの三人の幹部。 加納、菊池、ク部タケベとモデルの綾子が様子を見に行ったところ、ケ子の姿はなく、幸吉は薬で眠らされた上縛られて、押し入れに閉じ込められていた。そして、ケ子はトランクに詰めて、駿河台の樹楽ホテルの客室へ運ばれ、薬で眠らされたまま浴槽で首動脈を切られて、失血死していた。ケ子が呼ばれたアトリエは、もともとは、津村という画家のもので、 現在は空き家になっていて管理している終戦業者に無断で使われていた。事件の後、帰って先客番来となった競栄で2月15日の夕方、幽霊男が次の犯行を予告する声明が録音されたテープがモデルの羅針を確認する部屋に置かれた次元装置で再生された。契約のためにその部屋を使ったものが置いた可能性が 高いため警察がリストを確認すると、正体が確認できない山田太郎という契約者があり、三つ子を指名していた。数日後、菊池がモデルの貞子と三つ子を自動車で送り、貞子を降ろして二人になった後、五国寺付近で運転手がエンストを装って停車し、二人をピストル型の麻酔薬噴射器で眠らせる。この時、稽古のあだちをしようと三つ子を警戒していた幸吉が、 自転車で追いつき、トランクに潜り込んでいた。光子が目覚めると裸にされており、顔中に包帯を巻いた男に撮影されていた。男は自分が山田太郎で幽霊男だと名乗り、包帯を解いて顔を見せようとするが、車庫から脱出した孔吉が、つむららしい男を見かけて声を上げてしまい、取り押さえられる音がしたため、光子は再び薬で眠らされる。翌朝、 薬で眠らされたまま道路に寝かされた菊池が警察に保護され、三子と光吉は眠らされて貸しボートの中に寝ているところを幽霊男からの電話を受けた竹部が勝時橋近くで発見する。三子は精神的ショックを受けて、その後仕事に復帰しなかった。3月24日、伊豆半島南方 S 温泉地の百0 0海園ホテルに、猟奇クラブのメンバーと、 競泳のモデルたちが集合し、翌25日に野外ヌード写真コンクール美の競演が開催された。その途中、前日に部屋に雲がいて寝つけなかったため気分が悪いと言って、庭の奥へ向かった貞子が戻ってこない。探しに行った菊池とマリが太ももで切断された二本の足を庭園内の池に浮かぶ島で発見、上半身は別の池で水田に囲まれて、目浴する。 女のポーズで発見される。死体切断に使った凶器と思われる道具が入ったスーツケースが発見され、可能を名乗る電話があった後、男が現れて持ち込んだことが明らかになる。その後上半身が発見された池で、マリのコンパクトが発見され、マリが何かを見たと考えた近代地が急いで捜索させるが、ホテルの地下で考察死体となって発見される。 マリはスーツケースを持ち込んだ男の服装を着せられており、金大地はスーツケースの中に着替えが入っていた男は狂気を持ち込む役割の共犯者だったと推理する。金大地が必要に可能のアリバイなどを確認するので、轟キが事情を聞くと依頼者が可能を疑っていると答えるが依頼者が誰かは明かさなかった。一方、金大一は轟から可能の過去を聞く。 可能はもともと激しい性格なのを妻がうまく、手綱を取っていたが、4から5年前に妻を亡くしてから放灯するようになった。ただ、1年あまり前に一時的に放灯を止めた時期があり、愛人があったらしいが何者かわからないという。4月10日、浅草馬道浦通りの昭和人形工房に、放帯男が現れ、あゆこそっくりで関節が自由に動く、老人形を、 主人の河野に発注した。君悪がった妻、篠が、納期の4月25日に人形を取りに来たものを、尾行して、行き先が、隅田川に面した今戸がしの洋館であることを突き止め、警察に通報する。轟きたちはその洋館の状況が三子と幸吉が、連れて行かれた場所に合致することを確認する。また、二階には、三子の死体があった。そこへ、 カノウがモーターボートでやってきた。トドロキたちに追求されたカノウは3日い場所に使っていたことは認めるが相手のマダム X が何者なのか知らないと主張する。そこへマダム X が隠し階段から現れピストルを撃ってカノウを連れて逃走。その後カノウは行方不明となる。5月3日の昼時。 月屋橋で優先覚醒放送を手掛ける大和宣伝会社に包帯男が現れ、一人だけ残っていた事務員と防音室内のアナウンサーを眠らせて幽霊男の犯行予告の録音を放送する。あゆ子は浅草の霊人劇場のストリッパーに転身していた。花火と発煙筒を使った火事騒ぎが起こり、近代地たちがあゆ子を守ろうと奔走するが結局、誘拐される。 あゆこは誘拐犯が河野とマダム X であるらしいと知った後、隙をついて逃げ出したタクシーで霊人劇場へ戻る。警察はタクシー運転手の証言から逆算して場所を突き止めようとするが成功しない。あゆこが復帰してしばらく後の舞台で明らかに不審な動きがあり、轟駅が叫んで照明を明るくさせると、 包帯男に噴した相手役の偽者があゆコに似せた人形の胸に探検を突き刺して逃走する。その後、海底を模した舞台装置が降りてきて、さらに包帯男が、そして胸を刺されたあゆコがダイビングの姿勢で降りてきた。包帯男は津村で毒殺されていた。また、舞台上の巣の子へ上がる階段で足を踏み滑らせたと思われる竹部が倒れていた。 タケベは入れ歯が外れており、歯が3本しかなかった。警察が改めてタケベの経歴を調べると、大学時代に演劇部で不契約を得意としていたことが判明し、最初に現れた幽霊男がタケベであったことが明らかになった。堅く何もに目標を続けるタケベであったが、検事尋問に近代地が同席し、タケベの父に依頼されていたことを明かして、真相の根幹を指摘すると、 タケベは語り始めた。タケベは生きた稽古を受楽ホテルで発見してスクープを捏造するつもりだったが、ホテルの鍵をすり取られて予定が狂った。そして、その計画を誰かに利用されて連続殺人になったのだ。近代地は、あゆこの人形が霊人劇場へ運び込まれる機会は誘拐騒ぎの時しかないことから、 あゆこが誘拐直後に見た人形はコうノがマダム X の依頼で改めて作ったものと推理した。そして、誘拐騒ぎの時菊池が足をくじいた踊り子を解放しており、この踊り子が実は運び込む途中の人形だった可能性を指摘する。百貨園で菊池とマリがサダコの足を発見した時、当初マリは近寄っておらず、この時マリが見た足は人形だったのである。菊池は、 気分が悪いという貞子に眠り薬を渡して、島で飲ませるようにし向け、マリが人を呼びに行っている間に殺害して、足を本物に変え、上半身を水はす池に設置した。しかし、この時マリは道に迷って、貞子の死体がない水はす池の岸を通っており、そのことを証言されると、アリバイが崩れることになる菊池がマリを殺害した。さらに金代一は、マダム X の正体を、 最近やっと突き止めており、菊池の加能への復讐が動機と考えられると語る。そこへ河野から近代地へ電話で、今戸菓子より、下流の矢の倉にある、今戸菓子のものに内装を似せた洋館へ、加納が連れ込まれたと通報が入る。近代地は、マダム X の元にいた河野と河吉を発見し、おの加の、とマダム X の警戒を依頼していたのである。 マダム X の正体は、菊池と離婚した、婦人服食店、ミモザの主、キヌコであった。キヌコが、自らの運転で帰宅しようとすると、後部座席に潜んでいた菊池がカノーを、誘拐監禁していることを告げて脅迫し、矢の蔵の洋館へ行かせる。菊池はカノーを監禁している部屋へキヌコを連れ込み、カノーの目前で着衣を吐いでむち打つが、縛り上げられていたカノーはコウノが作った。 老人形だった。可能に床に叩きつけられ、ピストルを取り出そうとした菊池を刑事が取り押さえて、逮捕する。それでもなお、菊池は、可能に罪を押し付けて、逃れようと演技を続け、近大地と、轟池は嫌王の表情を隠せなかった。1954年10月13日に公開された、東方製作、モノクロ作品。同時上映は、解決高第2編。 主演の河津聖三郎は東方に2本、出演するという契約で出演し、同年に本作と同じ小田本義が監督した、透明人間でも主役を演じた。原作のストーリーの概要を忠実に追っているが、大幅に省略しており、推理小説としての謎解きが多く欠落している。また、以下のような変更がある。映像では明確でないが、複数の映画情報サイトに掲載されている。 全く同一テキストのストーリー情報によると、犯行予告声明テープの再生及び三つ子への1回目の危害は、稽古殺害の翌日、伊豆での撮影会は、その数日後、さらにその数日後には、三つ子殺害と、原作より早いペースで事件が展開している。ありがとうございます。